信じる心と生きる勇気をくれる蛇の親子の物語。どうも、本を読んだら最高の景色、福沢です。突然ですが、自分ではどうにもならない悲しいことが起きたとき、人は何を思うでしょうか。誰も信じたくない、何も考えたくないと塞ぎ込んで、世の中が悪意で満ちていると思えるかもしれません。理不尽な出来事は受け入れられないものです。でも、いつかは乗り越えなければならない日が来ます。どんなに悲しくても先の人生を塗りつぶしてしまうのはもったいないですよね。そこで今回は、信じる心と生きる勇気をくれるこの小説を紹介します。杉山紀之著、ミーコの母さんです。この動画ではあらすじを紹介します。最後までお付き合いください。ある春の日のこと、蛇のミーコが冬眠から目覚めました。ねえ、外だいぶ暖かくなったみたいよ。外って何？兄のケンはまだ寝ぼけています。もう、柔らかい風、頬に感じない？ミーコが外に出ようとすると、ケンが目を覚ましました。おい、母さんに叱られるぞ。子供だけで外に出たら危険だろ。母さんはまだ眠っています。代わりに母さんが前話した危険の話を聞かせました。体の黒いやつが空から俺たちを狙ってるんだ。それから車にも気をつけなきゃ。他の子が道路で遊んでたら車にひかれてぺしゃんこになっちゃったんだ。外に出ると危険な世界が広がっている。ミーコも母さんの話を思い出しました。しかし今年生まれた子たちは春の訪れにはしゃいでいます。母さん、外へ出ようよ。子供たちにせがまれて母さんは目を覚ましました。仕方ないわね。そしたらまずは母さんが見てくるから、いい子にしててね。母さんは出て行きました。外はすっかり春、ポカポカ陽気に少し気が緩みました。ここから悲劇が訪れます。わあ、蛇だ。小学生グループが母さんを見つけました。その中のわんぱく小僧が棒切れで突き回してきました。痛い、何するの、何もしてないじゃない。母さんは必死に逃げましたが、傷だらけになって死んでしまいました。子供たちは泣き続けました。そしてケンが、俺が仇を取ると一言。しかしミーコは反対しました。やめて、悲しいのは私も同じよ。でも仕返しはしないで。何言ってんだ、母さんがこんな目にあったんだよ、当然だろ。でもね、母さんがいつも言ってたことを思い出してほしいの。ミーコは話し始めました。私たちって他の動物より可愛がってもらえないよね。でも神の定めでこの姿になったの。理解できないね。神の差別じゃない？違うわ。物事は善意で考えないといけない。悪意で考えたら答えは最悪よ。最悪って？悪意で考えたら敵しか残らない。与えられた命に感謝の心を持つの。周りのせいにして恨んではいけないと言っていたわ。母さんは心が広かったんだ。そうよ。母さんは許す心を大切にしていたわ。じゃあ俺たちずっと虐げられて生きろというのか？違うわ。私たちの命はもちろん、全ては神が深い愛を持って与えたのを忘れてはならないということなの。この後ミーコは母さんの教えを信じて生きるのですが、物語はさらに展開します。ミーコは人間の女性へと変身して、母さんの教えを人間の世界に広めていくのです。前向きに生きる勇気がもらえる一冊です。ぜひご一読ください。さて、これで今回の動画は終了です。もっと知りたいと思った方は、概要欄より Amazon に飛んで電子書籍で読んでみてください。 Kindle 会員なら読み放題なのでお得です。そしてコメント欄から感想をもらえると嬉しいです。お待ちしてます。最新の動画を見逃さないために、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。本を読んだら最高の景色、福沢でした。